スザンナ・ホフス、ビッキー・ピーターソン・デビー・ピーターソン・バングルスは、アメリカの女性バンド。1980年代に、数々のヒットを放った。1981年に、ロサンゼルスで、スザンナ・ホフス、ビッキーとデビーのピーターソン姉妹、ベーシストのアネット・ズイリンスカスの4人により結成。最初のバンド名は、スーパーソニック・バングス。後に、バンド名をバングスと変えるが先に、 ニュージャージー州に同名のバンドが存在していたため、バングルスという名前に落ち着いた。バングルとはアクセサリーの腕輪のこと。1982年に A&M レコード参加のレーベル IRS からミニアルバムバングルスを発表。翌年には CBS レコードと契約するがアネットが脱退。マイケル・スティールが新たに加入した。 マイケルは元祖ガールズロックバンドのザ・ランナウェイズの初期メンバーであった。1984年アルバム気分はモノクロームでデビュー。デビューアルバムを聴いたプリンスがスザンナをに入り、1986年にマニックマンデーを提供。米英で2位の大ヒットを記録する。日本でも同年にトヨタターセルの CM 曲として起用された。この曲が収録された。 セカンドアルバムシルバースクリーンの妖精からはエジプシャンのナンバーワンヒットも生まれ彼女たちは一躍スターとなった。1987年にはサントラバンに提供したサイモンガーファンクルのカバー曲冬の散歩道。1988年のエブリシングからはイン・ユア・ルーム。1989年に米で1位となった胸いっぱいの愛と立て続けにヒットを飛ばす。 しかしこの直後にバンドは活動を停止した。その後、スザンナはソロ歌手に転校。また1993年に映画監督のジイローチと結婚する。1997年、J の大ヒット作、オースティンパワーズのサントラ版にスザンナが参加し、1999年にはオースティンパワーズ、デラックスのサントラ版で4人が、 バングルスとしてレコーディングしたのを機に再結成。2005年にマイケルが脱退を発表。その後、アビートラビスがベースを担当しているが、正式メンバーにはならなかった。2014年、エジプシャンがテレビアニメ、ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセーダースのエンディング曲に使用された。2018年にオリジナルメンバーのアネット・ジリンスカスが35年ぶりに復帰。 ありがとうございます。